前回までのアンダーコンストラクション、ガイナーレ鳥取の芝生産プロジェクトを前半後半に分けて伺った林と村上クラブの、ホームスタジアムの芝だけじゃなく実際に保育園に出荷していたり驚きだったよね。今回は延長戦、実際の芝の畑や管理の苦労について竹内&友が掘って掘って掘りまくるねほりん。今回はガイナーレ鳥取が実際に管理しているという芝の畑にやってきました。畑を実際に管理されているのがガイナーレ鳥取の野口さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここの畑も実際耕作放棄地だったところをここまで、ね、あんまりひどい感じではなかったんですけど、まあ、そこら辺にある感じを、あ、ぼうぼうとしたそこを1年半ぐらいで植え付けができるまで紆余曲折ありながら、はい、でこれが今2年目が終わろうとしている畑ですね。芝生を植えてから2年目を、芝は種からするんですけども、苗を植え付けてどんどん増やしていくっていう2種類あって、まあ、そもそも稲管っていうことなんで、なんか本当は縦にこうビューッとなるんですけど、まあ、それを刈り込んであげることで、まあ、横に広がるというものらしいので、はい、まあ、ある程度刈らないといけないということです。で、あの種から種子繁殖するものと、まあ、栄養繁殖っていう、その種じゃなくて仲間を増やしていくというタイプがある。栄養繁殖で横あの仲間を増やしていって今こういう状態になったという。大体2年ぐらい経って今の状態になった。最初やっぱ雑草がすごいので、1年目植え付けたらもうこんなこれくらい腰の高さぐらいの雑草に、まあ、はい、そうすごかったです。雑草がねとの戦いで形になったのが、まあ、今年の春ぐらい、まあ、1年前ぐらいにやっとこう密度は薄いんですけどこういう風になって、春先そっち側もあのへこんでますけど、そっちは出荷して、これが5月とか6月に取ったところでもこんなに生えてくるんですよ。こんなに生えたやつを刈り取って、この芝だけをこう残すっていう、いろいろ、はい、どうやってるんですか。芝を残して、芝がまあ残っていてくれたっていうか、結果的に言うと、まあ、あのいろんなもので刈り取ったり、まあ、いろいろあの手この手で宿泊しましたけど、まあ、もう無理かなみたいな時もありましたけど、去年の8月ぐらいにだんだん低くしていって雑草をで見てみたら、まあ芝生も残って、秋以降にまあなんとなく、まあ近所の皆さんもやっと芝生らしくなったねっていう感じで、あの最初は雑草に水やってるんですかみたいな、そういう感じで、本当に雑草に変わったってことなんですね。そうです、雑草だらけで大変でした本当に、はい。バッチリ、はい、こんな感じです。なんですかこれは。これはですね、モグラ塚って言って、あのモグラがこの下に今多分自分のこう通り道とか住処につながる道を、餌を取る道を作ってると思うんですけど、はい、取った土が邪魔になるので地上に出しているっていうのがモグラ塚です。はい、運がいいと掘ってるところにできます。てかこれはムニョムニョって動いて、それを捕まえようと思うんですけど、まだ一度も捕まえられた試しはないです。だからまあ芝生を食べるわけじゃないので、まあ、むしろそのコガネムシとか害虫を食べてくれるので本当はもう悪くはないんですけど、まあもう穴も開くし見た目も悪くなるし、なんか想像してたのと違いました。もうちょっとちっちゃい穴がポコンって開いてるようなと思います。イメージ漫画の世界かと思いますよ。人が掘るのでも結構大変だろう。そうね、本当そう思いますよね。実際にお話を聞くことでより苦労するんだなということを知りました。普通に、はい、あの面白かったというか、こんなことやってるんだっていうのが分かって面白かったです。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます、はい。